モンテーニュ城2009年撮影ミシェルド・モンテーニュは16世紀ルネサンス期のフランスを代表する哲学者モラリスト会議論者人文主義者現実の人間を洞察し人間の生き方を探求して綴り続けた主張エセイはフランスのみならずヨーロッパの各国に影響を与えたペリゴール地方のボルドに近いモンテーニュ城で生まれた 実家は商業を営み富裕であった。父方の早祖フラモニー・ケムはモンテーニュの地を買い取り、貴族になり上がった。父は政治に熱心でボルドーの市長を務めたことがある。母方はセファルディムの家系であった。ミシェルは6歳になるまで家庭教師のもともっぱら、ラテン語を用いて育てられた。ラテン語は当時の学問に必須の知識であったとはいえ、 このような教育法は得意であった。トゥールーズで法学を学び、フランスの法官になった。1557年、ボルドーの高等法院に勤めていた時に、人文主義者、エティエンヌ・ドラボエ氏と親しくなった。エティエンヌは1563年に死去したため、モンテーニは深い悲しみに沈んだ。1565年に結婚。 六人の娘が生まれたが、そのうち成人したのは一人である。1568年、父の死によりモンテーニュ城を相続した。1570年、37歳で法官を辞任して、故郷に戻り、やがて、エセの執筆を始めた。法官辞任後、カトリックのシャルル9世、アンリ3世から自重に任ぜられる一方、1577年には、プロテスタントのナバール号、 アンリの自重にも認ぜられた。フランス宗教戦争の時代にあって、モンテーニュ自身は、ローマカトリックの立場であったが、プロテスタントにも人脈を持ち、恩恵派として、両派の融和に努めた。首長、SAS を1580年に刊行した。1580年から1581年にかけて、モンテーニュは、フランス、ドイツ、オーストリア、スイスを経て、 イタリアに旅した。この際の様々なエピソードや年ごとの宗教的な違いを詳細に記した原稿が、モンテーニュの死後に見つかり、1774年に、旅日記ジャーナルでボヤージュという題名で出版された。1581年、イタリアに滞在中、ボルドーの市長に選出されたことを聞き、帰還して1585年まで務め、 カトリックとプロテスタントの仲介に努めた。任期の終わり頃から、ボルドーではペストが流行し、モンテーニュもペストを避けて、よそに逃れた。モンテーニュは、アンリ4生息後の1590年、古問になるよう要請されたが、辞退した。1592年に死去するまで、エセイの過失と改定を続けた。エセイエースは、 フランスのモラリースト文学の基礎を築いたとも評されるモンテーニュの主著である。法官辞任後、1572年以降に執筆を、はじめ、1580年にボルドーで刊行された。1582年に再販され、続いての出版は、1587年にパリとルーアンであった。その後、1588年に、 第3巻及び初版への大幅な加筆を行い、刊行した。以後は、審判の出版のために執筆活動を続け、晩年も、死去の直前まで、本の余白に書き込みを行っており、この書き込みも含めて、定本とされている。彼の死後1595年、マリドグネルとピエールド・プラクは大きく改定した、審判を出した。エセへの意味は試みである。 体系的な哲学書ではなく、自分自身の経験や古典の引用をもとにした考察を語っている。宗教戦争の狂乱の時代の中で、寛容の精神に立ち、正義を振りかざす者に会議の目を向けた。プラトン、アリストテレス、プルタルコス、セネカなど古典古代の文献からの引用が多く、聖書からの引用は、ほとんどない点が特徴的である。 17世紀のデカルトやパスカルにも多大な影響を与え、後には無神論の書として、禁書とされた。20世紀ドイツ出身の文献学者のアウエル・バッハは、著書、ミメーシスで、エセイが、初めて人間の生活、自分の生活を近代的な意味で問題にした本であるとした。レーノルズ、フランシス・ジェイ、エド・モンテーニュ、ミヒエル・セイガー、コリア・アッツ・ニュー・エンサイクロペディア、 ニューヨーク、ピーカイコリアーサンカンパニー、いつかできることはすべて、今日でもできる、モンテーニュ今週の名言。福島みんなのニュース、2020年10月13日、閲覧。世界の名著モンテーニュ P8。母方の祖父は15世紀末、スペインでのユダヤ人迫害を逃れて、フランスに移住した。フランスはトレモリエール。 カトリーヌ編著・リシヘンチョ、河山孝一日本語番監修、ラルースズ説世界史人物百科、ニルネサンスマイナス啓蒙時代 P177、エイリヒアウエルバフ派、ミメーシス、第十二小人間の本章より、ありがとうございます。